最初何から話していいかわからないんですけど、私はクリスティーナです。ちょうど今日ニューヨークに来て45年になりました。今日は12月の20日、2017年。私が来た時は22歳半の若さでした。12月の20日、1972年にニューヨークに来ました。目的は英語の勉強と、実のお母さんがサンフランシスコにいることが分かってきたんです。文雄さんはサンフランシスコに、私がまだ北海道の北広島の児童養護施設にいる頃、サンフランシスコに渡りました。東京でアメリカ人の白人の軍人と結婚して、サンフランシスコに30歳ぐらいの時に渡りました。文雄さんには一人サンフランシスコ生まれ育ちの息子がいて、名前はデイビッツ。デイビッツは今51歳。私はニューヨークに、同じアメリカにいてても、弟のデイビッツと文雄さんには一度も会ったことがありません。そういう気持ちになってくれなかったんです、文雄さんが。その文雄さんも2月の11日の2002年に南サンフランシスコで68歳で死去しました。死にました。そしてデイビスには教えてなかったそうで、お母さんが死ぬ前にも絶対に私のことをデイビスには教えたことがないし、日本にもう一人お姉さんがいるのよって教えたこともないらしいんですね。それだからデイビスは、今文雄さんがいなくても私とは未だに会う気持ちになってくれません。残念です。私はニューヨークに来ても45年ですけど、なりましたけど、結婚は一度もしたことがありませんけど、子供は5人産みました。女一人で育てました。とっても苦労しました。英語も全くわからない国に来て大変でした。結局学校も英語の勉強もしてないし、サンフランシスコにも行けなかったし、来て間もなく誘拐みたいな形になっちゃって、5年間監禁状態されました。その5年の間にいる間に、あの男と監禁状態されてるような時に3人子供を産みました。あの男の、その男はもう3月の7日の1978年、ギリシャにイミグレーションから早慶送還されて、それ以来この男はニューヨークには戻ってきてません。だから3人の子供にはいまだにも教えていません。その3人の子も今は中年です。次男坊ビリ40歳、長女デビー42歳、長男ジャン、来年の1月の7日に44歳になります。子供には一度も教えたことがないです。私がこういう目にあったのよとか、未だにも知りませんし、また私2人他に子供を産みました。4番目はアイルランド系、上3人はギリシャ人、4番目アイルランド系アメリカ人。
三男はアイルランド系アメリカ人、37歳、デイビッツ。それから四男マシュ、30歳。マシュのお父さんはもう今死んでいますけど、韓国人の今いれば100歳のお父さんがいます。まあ、その人も亡くなりました、1995年あたりに。認知症かな、そういう病気を持ってる人らしくて死にました。だからマーシューもお父さんのこと知らないし、デイビッドもお父さんのことは知りません。女一人で5人を養いました。もうみんな中年ですけど、孫も11人います。日本に帰りたいと思っていますけど、日本でスポンサーしてくれないと私は日本へ帰りません。帰られないんです。私が国籍がアメリカの市民権になっているので、日本に行くとアメリカのパスポートで帰るようになるし、アメリカ人と思われるでしょう。まあ、顔も私もハーフですので、日本人とアメリカ人の軍人、白人の軍人の間に生まれてるから、私は白人です、ハーフです。でも日本生まれ、北海道札幌生まれ。北海道には18歳までいました。17歳までは養護施設にいたんです。とっても野蛮な、虐待の多い、子供にも全く愛情のない養護施設、修道場の経営している養護施設でした。ハーフだということで学校も入れてもらえなくて、考えると悲しくなっちゃう。学校も入れてもらえなかったので、その間他の日本人の子供たちが学校行ってる時は、ハーフの養護施設にいる子供たちは労働仕事、農家、いっぱい農家、そういう土地があって、私たちみたいな子供を畑仕事とか田んぼとか稲刈りとかも、そういう仕事ばっかりさせられました。朝8時から夕方の7時頃まで、それが仕事しなかったらご飯与えてもらえなかったんです。そんな野蛮なとこにいました。考えたくもないです。今67歳でニューヨークにいますけど、日本語もちょっとおかしくなったんですけどと思うような感じで長くいるので、でも私は他の国の言葉、ギリシャ語ももちろん話せます。ギリシャ語もできます。でも私の子供は英語だけです。孫も、私の子供も英語だけです。みんなニューヨーク生まれ、それぞれバラバラに住んで、なかなか会うこともできません。私は今一人ぼっちです。ヘルパーが来るようになったんです。それでヘルパーが面倒見てくれます。まあ1日3時間ですけどね、週3日間長く話したいけど、いろいろ YouTube にももう説明してありますので、わかると思います。だから YouTube やら YouTube でクリスティーナ・ホーゲン、または YouTube で C ・ホーゲン、 CABC、 C ・ホーゲン、ホーゲン is a H-O-G-A-N、 クリスティーナ・ホーゲン、または C ・ホーゲンで YouTube で見ると私のことが出てきます。それじゃあよろしくお願いします。今日は45年、誰もサラブレイトもしてくれません。ただベッドルームにいます。日本のテレビも 見ることができるので、それは幸いです。TV ジャパン、 NHK TV ジャパン、よく日本のニュースやらバラエティ、ダキュメント